眠いですいや。眠い。やっぱ連日人のためにやってるんだろうなって感じが。<laughs> まあしてます、えー。人のためにっていうか、人のためにはやってるんだろうね。やっぱ。すごく疲れたし、そしてまあ、今までの疲れっていうのが、やっぱり、あるし、なんていうかな、今までの、やっぱこう、 結局俺の道なんですよ。結局俺の道を行ってきてこういうふうにバテバテになって、結局俺の道を掘って行ってこういうふうにバテバテになってるんだったら結局俺の道なんですよ。結局俺の道だったんですよ。っていうことで。まあこれで普通の日常生活を送れるわなっていう、バカ、バカさっていうのは非常に俺なんですよ、結局。ねえ、こう、俺なんですよ、非常に。もうバカなんですよね。で、 ながらにもうちょっと乗ればいいんだけど、時代にがらにね、もうちょっと、楽、楽、楽。ラグ頭で考えすぎなんだよ、ほんと。頭で。疲れちゃった。えーっと、えーっと、あの、本当の仕事はね、遊びだと。作業は死に至る道っていうね、ことです。まどマーズアイセンス。 すごいとしか言えない、愛先生の言ってることは、すごい、すごいですね、うん。全部溶けていっちゃうんですね。愛先生の、やっぱ喋りって、まあメモればいいんだけど、今ちょっとメモれる状態じゃないし、ちょっと疲れちゃった、うん。全部自分の中に溶けていっちゃうんですよ。それって素晴らしい、いいことなんですよね。自分にとってこう素直に自然に、まあ、まあ、月並みの表現になんちゃうかな。栄養になっていくっていうのはすごく、うん、気持ち、気持ちいいことですね。 言葉が全部溶けていっちゃって。本当の仕事はね、遊びです。うん。作業は死に至る道っていうのはね。何を話してたっけ全部溶けていっちゃうんですよ、ね。納得いく形で自分の中で。うん。何を話してたっけうん。ちょっと真面目に語るのにも疲れたんだろうね、やっぱね。こう、まあいいや、うん、ですね。<laughs> 本当の仕事は、 遊びなんですね。うん。AI っていうことじゃないですか。AI。もう AI 化されていって、AI 化されていっちゃうんってこと AI になってたらつまんないじゃないですか。人間。作業になってた、仕事が作業になってたらつまんないじゃないですか。AI 化なんだよね。AI で、AI で 世の中っていうのは不思議なとこ持ってて、作業効率化をね、人の、やっぱ仕事は真面目にしなさいと、作業効率化をね、やっぱりね、世の中っていうのは不思議にできてて、まあそういう遊ぶ人は憎いんでしょうね。はっきり言ってっていうのは、作業効率化で個性を壊すというか、遊びを壊すとくとは、なんか不思議な特性を持って、不思議なところが持ってるんだよね。社会っていうのはね。 だから遊んでてはいけませんよっていう、刷り込みがすごい社会になっちゃった。で、あのー、仕事作業、作業の、作業のこう、こう、労働っていうか、作業の対局にあるのは遊びなんですね。遊び、気持ちいい、楽しい、 面白いなんだよね。遊びっていうのは。面白いっていう。それはもうだから仕事に遊びって入れていかないかんのだろうけどね。しかしそれを壊してしまったと。もう、その、もう、あの、あの、っていうのはある、あるわけですよ。働くことっていうか、っていうのはこう真面目にあれみたいなことになっちゃったわけで。でも、 AI 化になっていくわけですよ。その逆に、やっぱり、遊び、た、っていうのは、遊んで仕事生活して、楽しい、面白い、ですよ。はっきり言って。そういう感覚が、やっぱり、いるんですね。まあ、どうしても仕事しなきゃいけない人は、遊びを入れていくしかない。 という具合、まあ、ね、あの、忍んでね、感じがしますけどね。忍んで、忍んで。はい、先生、すごくもっといいこと、決定的に書く、もういいこと言ってたけど、全部溶けてっちゃってるんですよね、自分の中で。ですね。何か言ってたんで、もっといいこと言ってたんですよ。う ですね。うん。で、それがないと、あの、あそういうことです。もっといいこと言ってたんです。あい、先生。はあ、こりゃすげえなと。やっぱ、疲れた。ね、もう見直すっていうか。でも、ジプシー、ジプシーダンスとかみんなで楽しむ、ジプシーダンスとかね。 みんなでこう、ワーキャー楽しみみたいなことは、やっぱこうすごく奪われたという感じですね。遊んで遊んで踊り暮らすみたいなのは、潰されちゃったよね。っていうことを、そういう感覚って今 YouTube で出てきてるのかなって感じもしますけどね。うん,うん。まあそういうことですね。あのー、もっといいこと言ってましたよ、ほすごく忘れちゃった。 対抗してるわけじゃないし、アイ先生に。なんで覚えてないんだと思うま、また上げ直すかなと思うけど。まあ、こんな感じですね。なんかこう忘れちゃうんですよね。もう、疲れちゃって。喋ったら喋ったらエネルギーが出てくるって感じがすごく、今しますね。それは嬉しい。うーん でもそうですね。まあ AI 化がもう進むっていう中でも AI 化になっていったらもう AI になっていったらもうちょっとこうもう苦しいだけで何もないっていう感じですね。そこに遊びを設けても本当つく自分で作っていかないともう先がないっていう遊びですね。遊びは楽しい。楽しいんですよ。っていう。 感じですね。まあ、そんな感じで <laughs>、はっきり言って、愛先生の方が、動画がもう、はっきりもっとこう、もう、本当にこう、トン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 ってこう、もう、理屈で面白い、もう分かる、わかることをね、言ってくれるから、決定的な理屈を言うんですよね、愛先生ってね。だから、言葉、フレーズがすごいから、ちょっと、メモっときたかったけど、また取り直すかもしれない。好きすぎて。 アイ先生の動画が好きすぎて、またこれ撮り直すかもしんねえ。まあそういう感じですね。では。ちょっと20秒まで、ちょっと、基調面で。基調面だから。う撮り直すかもしんないですね。眠い。使えました。ではでは。